ナイスだよ、タカシ。まさか、そんなはずはない。とにかく、様子見だ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。先生、今日は俺が隊長でしょ。千鳥行くぞ。それに先生、あなたが言ったんです。今隊長は俺です。行くぞ。早い。くそ、影分身か。じゃあ次だ。18人目。印はつけた。そいつを見たら、とにかく逃げろと上官から教わったが、その意味がやっとわかったぜ。囲まれている。しかも相当な数。どういうことだ。任務ランクとは明らかに違う危険度。彼なら一人は守れる。あと一人は俺が守るしかないか。マジ？やるの？オビト、これは遊びじゃない。はい。カカシとリンの二人はその間に任務を果たせ。お前たちが逃げ延びるのが最優先だ。はい、わかってるって。ガドン、豪華球の術。オビト、邪魔だ。こんなところで負けてたまるかよ。おかげになる男だ。影分身、やべえ。大丈夫かい？これはまずいね。どうした、カカシ？ミナト先生、オビト、カカシ、リン、なんで俺こんなとこに？説明は後。貴様、一人で俺たちの相手をするつもりか？任務はやり遂げる。カカシが。やってくれ。螺旋閃光、超輪武光三式。ミナト先生、間違いなく黄色い閃光だろ。なら逃げるって相場が決まってるぞ。噂ではかなりの早業。みんなは動かないでくれ。俺がやる。俺の最速をかわしただと。これは絶対の合図だ。ミナト、ここは一旦引くぞ。素晴らしき武勇です。八尾の人中力としてではなく、一忍びとして強いものをお持ちのようだ。ええ、あなたにはいい身内がいる。私には。とにかく次に会うときは互いに影の名をかけたものになるでしょう。俺もいろいろ背負ってるものがあるから。失敗はしないよ。敵だけど、君は気に入ったよ。まさに忍びキラーな動きだよ。